はい、それではですね、まあ、バドミントンの場合ですね、このショットが打ちたい、これができるようになりたい、いろいろね、あるかと思うんですけども、まあ、練習の中で一番誰が重要なのかと、そんな時に、まあ、やってる本人は一番重要なんですけど、それは何でか、何を意識するか、どう取りたい、こう取りたい、こうこうしたい、その中で意識をするは必要なんですけど、例えばですね、それに対して球を出しているノッカー、こちらの方が非常にこう役割は重要になってきます。まあ、ノックはですね、同じ動作を何十回何十回何百回と同じ動作を繰り返す中で反復練習をして必然的に体で覚え込ませるっていうのがノックになってくるんですけど、そのノックのシャトルがですね、例えばヘアピンで例えるのであれば、ここだけでずっと同じ動作、こういうことですね、1回2回3回4回5回6回、ここだけでずっとこうスピンスピンをかけるスピンをかけるスピンをかけるっていう風に練習がしたいのに、相手のノックの球がこっち飛ぶこっち飛ぶ奥に飛ぶ、下手すればシャトル自体がくるくるって回転かかってきちゃうと、そうなると練習をする側に対して球が一定にならない分、どうしても打ち方がそれぞれでこう変わってしまうことが多くなります。ですので、ノックを出す側の人がですね、どういう球をこうネットするのかと、そういうイメージをちょっとしていただいて、ヘアピンの練習だとこうきっちりとスピンをかける練習であれば、ネットからですね、球がこう遠くなってしまうと、スピンをどうしてもかけにくい環境になります。ですので、スピンをかける練習などの場合、ノックの球を出す人が相手のコート側にコルク側からこう一定の間隔で近くに出していただけると、こうネットに対してこうラケットが出しやすいと、ラケットだけこういうことですね。ネットこう近いところに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 、それがどうしてもヘアピンの練習なのに奥に出してしまうと、どうしてもスピンというよりかは長く打ち返す、こういう練習になってしまいがちになりますんで、できればですね、ヘアピンの練習であればもうコルクが相手側にこのようにきれいに入るようにですね、こう一定のところで同じようにを出す、こちらを意識するようにしてみてください。ですので、このヘアピンだけもですね、例えば中国などのこう、まあ、練習風景、私も見たことあるんですけど、2時間な、球数に言ったら多分30ダースぐらいのシャトルだと思うんですけど、1時間後こう飽きちゃって、1時間後ふってこうビデオ再生したまま見てたら、こうどっさりこうシャトルが落ちてるっていう、それが風景はもうずっとネットしてるだけの風景が2時間続いてましたんで、飽きちゃう、見てて飽きちゃう、で1時間後パッと見たときに全く変わらない風景で1個だけ変わっていることがあったとしたら、何もなかった床にシャトルが100個以上こう落ちてたっていう。でもやってる動作はコーチ、球を出してるこの人と、それをひたすらスピンかけて打ってるこの映像だけは2時間何にも変わることがなかったっていう。それぐらい同じところに球を出し続ける。で、出された球を同じ動作で打ち続けるっていう。これが、やっぱりこう習得するためには非常に大事になってきますので、まあ、ネットの説明っていう形で今はさせていただきましたけど、ノックをですね、出す側の人がどういうシャトルをどう変えさせるのかっていうイメージをですね、ちょっとこうしていただけると、より良いこう練習の方になっていくんではないかと思います。なので、まあ、ノッカーの心得ですねとしては、もう相手をこう強くするのも弱くするのも自分次第、まあ、ライバルにはこう変な球を出す、強くしたくないではなくてですね、
こう自分のチームメイトにはこう自分もねいい球をもらうためにやっぱりいい球をですね相手にこうイメージですねしていただいてこうあっちこっちではなくても一定のところに一定のところ一定のところ一定のという形でお互いが同じ動作がずっとこう続けられるような形でイメージをして練習をしていただけるとよりですね短時間で一つのことができるようになりますのでできればですねこうノックの球出しのアドバイスという形ではないんですけど意識をですね今後してみてください。